プロ野球、12球団の親会社で全く世話になってない企業。オリックス。新聞、オリックス、関西の鉄道。DeNA 中日、ハム折りは回復可能。DeNA とかよ何してるかすらよく知らん企業。ハム除外は至難の技やな。楽天と日ハムロッテ以外、楽天が強すぎる。DeNA って無意識で関わってる可能性はあるのか？何かいろいろやってるから可能性はある。ソシャゲとかやるなら多分ちょっとは関わっとる。読売と中日はなんだかんだネット配信のニュースがあるから、ギリ使ってることにならんか。リース業全般やってる折は気づいてないだけで、どこかでつながりあると思うで。オリックスは会社の備品で世話になってるやついるやろ。オリックスはレンタカーで世話になったわ。マツダって親会社なん？違うよ。カープはマツダ一族の持ち物。広島は市民球団やからね。すべてはマツダさんの手のひらの上よ。ASB ってヤフー使ってたら利用になるんかな。楽天のサービス一切使ったことない。ソシャブタから巻き上げた金をバウアーに献上。そこそこの規模の会社なら大体オリックス使ってるやろ。SB に関わってないなら LINE も、PayPay もヤフーも使ったことがないってすごいな。DeNA はタクシーアプリの GO 使うわ。全く世話になったことないとなると、DeNA とオリックスと広島松田かな。阪神、関西の鉄道とか乗らんわ。西武はグループ単位なら意外と使ってそう。阪神って電車以外になんかある？今は厳密には阪急グループだから、阪急関連は全部そう。東方は阪神と同じグループやな。ソフトバンクはラインスポナビとあるから避けるの無理でしょ。読売ってそういや不動産結構持ってるよな。知らないうちに使ってそう。中日新聞とか誰が読んでるねんって思ったけど、名古屋じゃシェア圧倒的なんよな。楽天が一番お世話になってるわ。楽天で地方競馬毎日買ってる。ロッテ日ハム DeNA 以外無縁やわ。中日はないと思ってたけど、よく考えたらジブリパークに行ったことあったわ。日ハムは外食や惣菜で食べてると思う。ほぼ全国民やね。逃げ切れんのは日ハムだけやな。他は利用しないで生きようと思えば可能。ちゃうエッセンは神。